気分はどうだ、奏者よ。要はな、実はな、その、すこぶる調子が良いのだ。奏者が窮地にあるというのに、すまぬ。今も高ぶっているのだ、体も心もな。理由は、その、あれだ。あれだぞ。そなたのせいなのだ。思い返すまでもなく、今なおはっきりと感じているのだ。そなたが。世の全身を包んで、新たな装いとなって、あの時は勢いよく口にしたが、世はまさしくそなたと一体となったのだ。この高ぶりが伝わるだろうか。そう考えかけて感じたであろう。世の鼓動、世の感じるすべて、そなたはあの時確かに世を包んだのだから。そう思うとな、高ぶってしまって今も動機が収まらぬ。そなたはどうだ、奏者よ。奏者、なぜそんな風に恥ずかしげに目をそらす。顔を赤くしたりするな。それではまるで世とそなたがセラフの往来で。いや、やましいことなどないぞ。ないったらないのだぞ。ないはずなのだぞ。私はおそらく今嬉しいのだと思う。私の視線をそらさずにいてくれて、なるべく目を伏せないでほしい。お前にそうされてしまうと私はやるせない。いや、正確にはやるせないという感情に似たものを覚える。私にとって感情と呼ばれるものは全て違うものに、破壊衝動に変換される。だから私は誰も理解してはいけないし、理解されてはいけないものだ。なのにお前は私を見つめてくる。それは不確かで
不安で不快だ。私はお前さえいなければより自由なのに。それを忘れないことだ、マスター。逆らうのなら私はお前であれ容赦なく壊してしまう。そうだ、お前さえいなければいい。お前さえいなければ私は。ああ、まったく、いつこの夢は覚めるのか。どうしたのだ、奏者。何を突然ぼーっとして。少女とな、世と同じくセイバーのクラスとおぼしき。めまいの後に見えたと。なるほど、いわば原始せし少女の姿といったところか。めまいの瞬間に浮気をすることもないではないか。ひどいぞ、バカ者。しまって要は恥ずかしいの耐えて話したのに。そのようなテクだ、どこで。いや、それこそがそなたなのか。精神のそなた、情熱が形になったかのような。ああ、そうか、そうなのだな。
今のそなたはおそらく情熱そのものなのだ。通りであれこれと前のめりなはずだ。あらゆる事態に前のめりなのだな。セラフの国取りやレガリアの奪還だけでなく、その妹のことにさえ。夜をたっぷり高ぶらせたり戸惑わせたり好き放題して眠るのだな奏者。よい、そんな奏者も夜は好きだ。だがこの借りはきっと返すぞ。忘れるな、情熱の奏者よ。さて、恐悦ながらご報告申し上げましょう。神王御自らによる快進撃目覚ましく、こちらの領土は見事に回復されつつあります。実に国取りは順調であると言えるでしょう。拡大しつつあるセラフの新規領域の全てとはいえ、順次拡大している以上はあくまで現時点での全てではありますが、それを含むセラフの全領域のうち、神王が掌握し領土としたものはおよそ 80% ほど。これまでの戦いで東軍はレガリア B 陣営の玉も支配領域の 70% を奪還せしめたのです。全領域を掌握、セラフ統一を果たすためには残り 30% 部分に相当する玉も支配領域を落とすしかありません。すなわち東の果ての新規領域。すでに7割を落としていたか。なかなかによと奏者。そして世の将はやるものだな。バーサーカーもライダーも手ごわい敵将であった。この者どもが合わせて7割の玉も支配領域を有していたとしても不思議ではない。キャスターめの武将も品切れと見える。となればあとは城攻めだ。最後の国取りを始めるとしよう。奏者よ、よいか。何か意見があれば聞くが。マスターの了解も得た。ではよいな、将たち。今回の遠征であのマギツネに灸を据えるのだ。神王、その前に一つよろしいでしょうか。うん。どうしたガウェイン卿、天然のくせに妙にかしこまるでない。他のものより3倍不吉ではないか。それはご容赦いただきたい。何しろ昼間ですから。ああいえ、そうではなく、神王、我が不安をお分かりいただきたい。以前かの領域の周辺を私が偵察した折のこと、強烈な魔力を感じ取りました。あれはまさしく、もったいぶるでない。まさしくなんだというのだ。我がホームたる太陽の聖剣ガラティーン、
その力に近しい膨大な魔力でありました。おそらくは相当に強力なサーバット、それも太陽に由来するものが待ち受けているはず。剣を焼き、技を焼き、全てを焼く強大なものが。どうか進軍にはご注意を。ミスターごと倒されては私たちの立場がありません。まったく、どちらの心配をしているのだ貴様は。まあよい、進言として受け取っておく。恐れ知らずのガワイン卿がそこまで言う相手だ。慎重に対応するぞ、奏者よ。こたびの国取り、まずまず順調に進んでいると余は思う。これも我がマスターと進化たちのおかげだ。しかしこれは聖杯戦争とは違う、領地を取り合う大戦だ。要はそなたの体が心配だ。無理をさせているのではないかとな。そうか、そうであるのなら余も嬉しい。では余も全力でその信頼に応えねばな。そなたと余二人でこのセラフをかけるのだ。勝利をつかむためよろしく頼むぞマスター。いくらか気になることもあるのだ。そなたももちろん覚えていようが、他でもないキャスターのもとにいる二人目の奏者についてだ。妙に儚い仕草で青狐の傍らにいたが、そうだな、奏者の言う通りだ。案ずるより何とやらだ。世は常にそうしてきたが、こと奏者が絡むと臆病になる。注意するとしよう。その通りなのだが、近いな奏者よ。やはり今のそなたは情熱的なのだな。不意に見つめられ余も照れてしまった。だが今の言葉で余も吹っ切れた。キャスター目の奏者もなかなかの奏者ぶりだが、世の奏者の奏者ぶりにはかなうまい。
奏者はいつにも増して魅力的だ。まずはそれをキャスター目に見せつけてやるとしよう。